ったかさ、コンテね、仕上げに行ってもらおうって、登録と。俺が忙しいのはな、うん、無駄なことばっかりみんなさせるからな。ほんで、その取引業者を全部切った。もう切った。なんで生意気やから安くして、おやんのはいい。安くした上、値切ってきてな、そんなビギナーみたいな攻撃求めたらあかんよ。俺はそれでも仕事やと思ってんのに、最初から握ってくんの。握ってくんの。握んねん。なんで。あな、例えば2000円のな、な、握りごく見てよ、1500円してくれって分かるやん。300円ぐらいで立ち食うどんで250円、150円するやつおるか。まあ俺はただでもいいけど、ね、じゃあな、チロルチョコ10円以上値切られへんわけや。俺だったら、まあ、チロルチョコ10円やったらな、それを8円にする。まあもう8円にするやったらもうただでええわ言って。そう、ただじゃないんだそのね、俺やそれやったらもうただで、え、値切ってくんの。ネギ、ネギ、どっちだったらええじゃん。その値切り方がかっこいい値切り方やったらええわな。どっちだったらええじゃん。あかんな。え、お前元暴力団じゃん。なんだな、どうでもいいもんな。元暴力、元暴力みんな暴力団や。何を真面目にしようとしとんの。よかった、俺真面目で。真面目にしなくて、そんなやっぱり俺ぐらい真面目にせなあかんな。所詮な、みんなそんなやつ。なお、言うとるだけ。すごいな、生意気だ昨日。いや兄貴はそのお客さんの苦労を持ってきてさ、うん、お客さんに説明してあげるな、それは弱い、うん、その値切ったらお客さんから受けた金額をさらに俺に持ってきてねえから、それ何、利益を上げようとしてる。利益を上げたいだけや。ああ、まあそれはしゃあないよな。本当のことばっかり考えてくる備えなんだ。俺のやつもタダでやってや。兄貴のやつはタダでやってるよ。ええんかい、俺はええんかいだ。そうだよ。ただっちゅうのが決まってるやん、うん、スカッとすでんけ、そうやったら、やった後に言ってくんなよって言うと小垣がおしゃれ、ただにして。兄貴が俺にちょっとな、賄賂を出さなあかんね、それは。なんていうの、ネギちゃんがお客さんが1万円で仕事してくれ言うてんのに、自分が5000円欲しいからして、ほんだら5000円で俺の仕事せえ言うてんのか、ほんだらさらに2000円握ってくるわけや。俺は3000円のこと。お前仕事どうすんの。何を。仕事なくなるんちゃう。山ほどあるよ、仕事。山ほどな、うん、ほったらかしの山ほどあるよな。なあ、ほったらかしじゃねえ、詰まってるだけ。詰まりはいつか取れるようになっとんねん。いや、お前はもう詰まりすぎてるから。詰まったらな、たまるんや、そこに。だからさ、もう詰まりをまず取らなあかんな。じゃあ、詰まりが取ったら流れてしまうのね。流れたらいいよ。詰まりが取れたらな、勢いよく流れて、勢いが大事だよな、人生。これ、何、ね、ほな、お前車検とか行ってくれちゃう。そうだな。とか言う、言うわ。素材ケースや。言うわ。容器、容器あんねん。俺もあんで。松行けんのかな。多分、いや、無理か。前もってやっとったらいけるやん。そんな。ちゃんとしとくわ。1日っていうのが、何4月1日か。なんだよ。私は、もう4月は空いてるやん。いや、それ前もって受けなきゃ。1日の日に受けられん。じゃあ今日は 前の日に受けなきゃ。前の日までに。まあ当日でもいいけどね、うん、これでやっと請求書かけてな。それ忙しいな。どうか支払いできることやな。支払いもやったらね。素晴らしい。これが抹消で、これは車検と名変。ああ、うん、これ一応抹消で、一応お前がブーツ、ブーツ、ブーツ言うからブーツ変えたで、うん、お客さんのために変えたって。うん、素晴らしい。よっしゃ。昔みたいにその予約なしやったらあかんのも。あかんの、もう入らない。入らない。入られん。もういろんな人が多すぎて、ダメですね。どこまで並んでる。すごい行列。はい、やばいな。入り口まで今行ってる。そうですね。
わかりました。はい。はい、すいません。そんなしょうもないこと聞いたんね。かわいせ。入り口まで並んでるいうことや。で、今行ったら渋滞やろ。いや、昨日でもな。な。夕方行かな。昨日昼一はガラガラやって。そうやで。お前が行った時間は最悪や。じゃあ俺の行った時間はさらに。さらに。だから最悪やって。じゃあずらして行くね。ちょっと早めに行ってやな。3時半に行ったら、なんか俺は今から行って、雨に濡れながら行って。車どこあんの？車、ここや。何で来たの？プリウス。プリウス入れへんな。入るかな。プリウスここ？だからとりあえずシャッター開けて、うん、あの頭出して、シャッター開けて。おお、バクラリンか、兄貴。バクラリン。K の後ろに何か入ってんの？うん、そう、うん、これな、メンテナンスノート。うん、あの、まあ、道具パクられたらまた買うやん。うん、で、俺がパクったら兄買うてくれるか、またお前がパクったらお前に弁償させる。意味ないじゃん。パクられたらパクられたらいいじゃん。パクられたらな、俺がパクったんやろ、だからお前にパクられた。でも一回保険あるやろ、あの、弁当屋、弁当屋、うん、泥棒、あの、どこの弁当屋、あそこ強盗をやられて、その時に俺鉢合わせて、ほんで携帯、あのガラケーしょうもないやんか、ほんでナンバーを写真撮ろう思ったら、その後バーッと、そのなんていうの、写真が立ち上がれへんっていうな、カメラが。もう押さんとな、押しながら、そうやね、だから階段降りて行ってバーッとして撮ろう思ったら首をと曲がってくるって。まああの、バールかなんかでどつかれへんかっただけマシやけどな。おばちゃん、大丈夫やか。おばちゃん、ない、俺一人だけ。俺がだからちょうど降りて行って、鉢合わせて。なんか、バー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 言うからな。夜この車のドアを開け閉めにしたら、気違いやな、思って窓から見たらな。一人が歩いてきとってん。あ、こいつ、泥棒やな、思って。で、降りて行ったら、逃げよって。バールでやられんかってよかったな。そう。もう今のやつらそんなせえへんのじゃん。そうかな。やりよんな。な。殴ってきよんな。うん。怖いから。せえな。怖いから殴ってきよ。バッと逃げたで。逃げろよ、指示があったんか。ルフィが言っとっちゃった。ルフィじゃないやろ。ルフィか。そんな、大体そんな、一発でバババーンってどっから入ってとか言ったら、なんか内部に おるで絶対な。もうそうだな。トラブルで、あの扉から入れるやんね、ちっちゃいとこから。あの手前の中、俺とこの横のとこな。そうだからそこを入られへんにもして。あ、ほんま、うん、危ないな。パブスに入ったんやんか。パブスで工具取ってくれて、でまた皿全部買う。工具取っても、用使わんやろ。まあ、売るとかやな、足、まあ足つくかもな。スナッポンってわかるんちゃう？いや、頻繁ないからわかる。そうかな。まあ、なんせ、うん、早いって並ばなかったじゃん。なるほど、名変せなあかんからな。うん、さあ、行くで、さな、うん、自分で行ったらいいの。誰？車検。俺？うん、行け。なんで？自分で行け。一応、俺引退してるやんか。何が引退や。車検のやり方忘れた。24時間、電話かかってくるやん。かかってくるけど、一応形上は引退やから。ご隠居か？ご隠居。ご隠居か。ほんだら行ってきてや。だから、あの頭出るんやったら、うん、無理して入れんでいいから。うん、かけといて。ほんだら。